愛媛県が国会に提出した加計学園の獣医学部設置に関する文書について加藤前愛媛県知事は伝聞の伝聞だと述べ、信憑性に疑問を呈しました。伝聞のまた伝聞ですから、発信者である加計学園の事務局、おそらく事務局長ではないかと思いますが、その方がどのような形でどんな発言をしたのかという信憑性は、これはもうその加計学院の方しかわからない。メモがあるから、絶対正しいということになる。文書には2015年2月に加計理事長が安倍総理大臣と面会して獣医学部の新設計画を説明したのに対し、安倍総理がいいねとコメントしたと記載されています。加藤氏は学園側の提案は過去に何度も却下されているのに、初めてチャレンジするような話になっているとして文書の内容に違和感を覚えると指摘しました。さらに安倍総理は一貫して関係なく冷たいと思うくらいの対応だったと述べ、安倍総理の関与を改めて否定しました。